ヴィアチェスラフ・ザイツェフは旧ソ連のバレーボール選手。元ソ連代表の正セッターとしてオリンピックに3度の出場経験を持つレニングラード出身。1976年のモントリオールオリンピックにソ連代表として出場し銀メダルを獲得した。4年後の1980年モスクワオリンピックでは金メダルのえに良くした。ソ連代表として 世界選手権に4度出場し、うち2回が、金メダル。欧州選手権に7度出場し、7度の優勝を誇る。国内では、在チェフは、アベタマビリストレニングラードでプレーし、セブカップ優勝2回及びセブ、チャレンジカップ優勝2回を遂げている。選手生活の最後は、イタリアでのプレーを選択し、アグリジェントや、ジッタディカステロでプレーしている。 2013年10月、バレーボールで沿道入りの境によくした、競泳選手のイリーナ・ポズニャーコワと結婚し、数を数目を設けた。長男は、イタリア国籍を取得して、イタリア代表となったイヴァン・ザイチェフである。ありがとうございます。